よ。だってバッキーって割とかっこいいし頼りになるもん。先輩と仲良くなったって全然変じゃないよ。あ、もうお前ら好き。でもちょっとゆずきルート終わった後にカナルートやってる俺からしたら、ゆずきの姿を見ると心がチクッとするわ。まあでも君は精一杯幸せな状況を一回楽しんだわけだし許してな。え、かっこいいとまでは。乗っとけお前。なんだって。かっこいいだろ十分。あ、そっちのここにも恋愛フラグ立ってるやついんのっていう意外性でミチは驚いたわけか。いや、女の子の口から発されるかっこいいって別にガチ恋以外にも含まれるからね。ゆずきちゃん、今の話は俺の聞き違いだよね。ねえ。真珠穏やかじゃねえな。プラトニック大丈夫だよ。今回カナルートだからゆずきフリーだよ。今行けばゆずきのことを押し倒せるんじゃないか。あれお前、カンナ先輩の話は。いい話題のすり替えになったな。あのボンナゆずきにしては珍しく有能すぎるムーブだな。それどころじゃねえよ。うほー、ゆずきちゃん。そんなナミさんみたいな。お前はサンチかて。クソお世話になってる人じゃねえか。誰かこいつを止めてー。よくわからないけど話が一気に変わってくれた。いや、ゆずきナイスアシストだったね。いちさんや駒形に感謝しつつ、この隙に乗じて今のうちに脱出してしまおう。デブも活躍してくれたから。主人公が感謝の念を込めなかったら、ただデブ誹謗中傷されただけじゃねえか、これ。先輩は。立脇くん、こっちこっち。あのカナが珍しく校舎よりも身長低い。相当遠くにいるな。声がした方を見たら、先輩が中庭の隅から手招きをしていた。俺は慌ててそちらに駆け寄る。どうしたんですか？そんなとこで。お前は本当に鈍感というかバカだよな。あまり目立つところで待ってると、あなたの迷惑になりそうだったから。どこで待ってたお前。ベンチの下に隠れていた？ごめんなさいね。まさかあんな騒ぎになってるなんて思わなくて。いや、カナの自己肯定感の低さはいつ改善されんだろうな。逆に俺のせいで先輩が迷惑してるんじゃないかって方を心配でしたけど、大丈夫です？私は全然迷惑だなんて思わないわ。ほら、これが答えじゃん、主人公。ガチ恋なんだよ、カナはもはや。じゃあ安心しました。何安心してんだお前。勃起しろそこは。じゃあ勃起しましたにしろ。ちょっとびっくりはしたけど、あなたと噂になるの実は少し嬉しかったりするの。ほら来てるよ、来てるよ。カナからのジャブが止まらないよ。あははは、何笑ってんだお前。ああじゃねえよ。そこは気の利いたセリフの一個でも頼めよ。俺は無理だけど。いきなりの直球に返す言葉が出てこない。なんとか笑ってごまかすだけ。あ、そうそう、用事ってのは。もちろんこれ。もちろんっていうのはよくわかんないけど、きっとお弁当かな。そう言ってバッグから取り出されたのは布に包まれた四角い物体。もしかしてお弁当ですか。ピンポン、それじゃあそこで食べましょう。やっとだよ。カナルートで一緒にお昼ご飯タイムはもうカナルートを始めた当初から恋願っていたけど、やっと成就したんだね。はい、どうぞ。いや、もうここで一枚絵を見せてくれるの本当に好き。すっごい細かいところ突っ込んでいい。カナベンチの上で正座してんの。どういう椅子の使い方。でもお弁当かわいい。なんか洋食チックで来るかなと思いきや、思いっきり唐揚げを手渡してくるし、タコさんウインナー、タコウインナーさん、どっちだっけ。どっちに継承つければいいんだっけ。でもこの前初デートで桜の話題とかも出たせいかわかんないけど、ご飯の上に散りばめられた桜ね。あの桜は何でできてんだろうな。ピンク色の物体なんてこの世に桜伝部ぐらいしかないと思うんだけど、人気の少ないところでやっと腰を落ち着かせて先輩と並んで座る、人目を忍んでっていうのも、これはこれでちょっと楽しいかもしれない。確かに木陰にいるっていうか、あんまりパッと見で二人がいるってことがわからないような場所にいるってことだよね、きっとこれは。いや、相変わらずセーラの桜の木の下での一枚絵といい、光の使い方がうまいね、マーマレードさんは。そしていよいよお待ちかねのお弁当オープン。あ、やっとオープン。さあ食レポしてくれよ。まずは食べない方の食レポを頼むよ。うわ、これは美味しそうですねとか言うんだぞ。おお、すごい、いろいろなおかずが。お前一個ずつ突っ込めよ、ちゃんと何が入ってんのかとか逐一説明してくれよ。あなたの好きそうなもの中心で作ってみたんだけど、どうかしら。どれもうまそうでたまらないです。何が入ってるか言え、いい加減。とりあえず桜の正体教えて。と言いつつ指で唐揚げを一つまみしてそのまま口に運ぶ。育ち悪いなお前。箸でどうぞってやってる横でお前は指で掴むな。うお、やっぱりうまい。まあ、お行儀悪いのはダメよ。かな、こんな笑顔だけどブチ切れてるよ、きっと。お箸で唐揚げを差し出してくれてるっていうのに、主人公がそれを無視して自分の指に浮気だなんて、かなの心の中煮えたぎってんだから、きっと。言いつつ、先輩は笑顔だった。は、でもすごい大きいから、もっと。相変わらず食い方汚いな、こいつ。なんでこんな育ち悪いところ見せてくる？カナルトだと。また同じように唐揚げを、ややオーバーリアクションで口に運ぶ。いや、よくわからん。
口に運ぶ所作でオーバーリアクションできんのお前。ちょっとやってほしい。今やったの。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。